はい、ということで始まりますけどもね、昨今アーケードスタジアム2でナイトグラウンドをやっていこうと思いますよ。めっちゃ懐かしいんですけども、子供の時ね、ゲーセンというか近所の駄菓子屋のゲーム機に入ってたんでね、ちょっと楽しみにしてたんだけども、やっていこうと思います。少しうまかったような気がするんだけども、もう中空いてますからね、どれくらいできるのか分かりませんが、やっていきましょう。まあただね、プレイしてクリアするだけの動画になると思うので、好きな方はぜひお付き合いください。あっ、あー懐かしい。クレジットそこに。旧クレジット入れちゃう。スタート。とかできん。面白いの。ファインド。アーサー。ランスロット、パーシバル。パーシバルね、結構使ってた友達がいたんだけども、なんか嫌でね。使いやすいダンスロットで、あー懐かしい、懐かしい、うお懐かしい。はい、これがジャンプ、いきなり、あそうそう、こんな感じだったよ。これが宝と言うと経験値だよ、誰かに行ってやろう。いや懐かしい、懐かしすぎる。ちょっと斜めから当てる。いや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 、やばいやばい。あっ、これなんだっけ、なんかね、必殺技チックなやつがあったんだ。これね、確かね、あったあった、そう、サラダサラダ食べるとかいい。分割するとちょっと経験値美味しかったんだよね。これね、防御があるんですね。カーンと音がします。オメガクラッシュ、あんまりやりすぎて自分の体力なくなった。あたあたあた、あーやばい、強い。カーンってあっちの防御かいな。あじゃあじゃあ、オッケーってるんですけどね、ダメですね。だんだん思い出したからね、やっていこうと思いますけど。ダンスロットはね、あんまり攻撃力がないけど、攻撃速い。
なんかポイントあったんだよな。なんか必殺技みたいなのあったんだよな。忘れちゃった。やばい。忘れてるな。マニュアルある？ゲームマニュアル。見ましょう。はい。これもいい。で、まあ、できた。もうね、一緒にやってた友達がおったんですよ。駄菓子屋でね。通常。何した？あん。発車した、なんか必殺技みたいなのあったんだなぁ。超攻撃じゃん。なんか、攻撃。さらに、直後、下を前に、そう、そういうのがあった。防御が、そう、攻撃に入力直後、方向キーを使うと、課金、防げる。はい。一旦、前に、かぶりに、こうに。そう、レベルアップする。まあそういう時、通常攻撃プラス上だね、上だね。アッパースイン、なんか交流拳みたいなの出る。こいつだけ なぜかね投げキャラなんだ。ザンギかと今回はね、まずランスロットなんで、アマーソルトキックを使いこなしていければちょっとね、楽になる。攻撃プラス上でした。はい、これだ。攻撃プラス、これ出ないか。あ、これが今日リカブリ攻撃。今日これが防御。最初のところでやるべきだったね。こう。で、こう。こう。もうね、かっこいいんだけど、そう、かっこいいんだよね。後ろ前、締めにやるのか。弱い。
こうあのペンチを食らうっていうのがあったんだよな、お前。あれもやりたいね。敵将なんとか打ち取ったりっていう。あ、おったおった、こんなの。なんで樽に財宝入ってんだって言ったんだけど、いいんだろうな、ここは。あ、馬強い、馬強い、すげえ強い。このまま行きたいな。古いかもしれないけど、馬強い。OK。出ないんだよ。え？カメじゃないよ。ええ、ダイミーじゃないよ。お、カブリはなんだ。カブリ。グラフォードだって、やべやべ。どうぞじゃん。え、グラフォード。グラフォードって書いてるよね。パックとフラックの剣じゃん。ダンスマカブなんちゃらだよ。
すごいすごい、このその、サラダが欲しい、サラダが欲しい。オッケー。おーい、バスアタックか。あ、あったあったあった、あったあったあった。いやいやいや、あ、オッケーオッケー、やったぜ。もうね、裏めくり気味にやってるのが、いやー、下手くそにも音が悪いけど、でもいいんだ、これでいいんだ。待て待て、僕の馬、あ、あれ、まだいけないんすか。助かる助かる助かる、あたたたたたた、あー、あー、スポーリーが出ないんだよな。やばいやばいやばい。
腰に持ってってる。ピカブリでね、ハイコミックみたいなんだけど、あ、これは忘れてるわ。全く負けない。見た。目的はね、クリアなんです。ほら、何やろ、何やろ。R、 うわ、最後に持ちか。あ、そうそうそう、早く行ったな。嘘でしょ。確かに。あー、もうゾンビプレイですかね。まあまあまあいいか。まあいいか。勝ちゃいいんだ、勝ちゃ。ペットって、じゃあもうちょっとね、これ慣れていかないときついね。使いたいんだけど、これ、これかしら。飛ぶよ。あ、ほんとセーフでいいですか。はーい。あ、おお、こんなの。この辺をこう、ベンダス、勝手に当たってくる。
なんだよって言ってたもんな。こいつだけモビルスーツじゃん。まだな、まだ終わらんよ。もうスーパーアーマーみたいなのつけてんだよなこいつ。やばい。
まあ、とりあえず嗅ぎながらね。サラダがちっくらい、あんなね、うまくなってはいないけれども、うまくなってはいないけれども、あ、やばいやばい、やばい、行くよ。あ、もうやられる前にやれ、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 やられる前にやれ。やれ。サラダかお肉が欲しい。サラダかお肉を食べる。あ、嘘でしょ。あーもらった、マジちゃん待つ、マジちゃん待つ、クリアできればよかろうよ。あ、嘘、何だそれ、あー、やった、お肉だ、お肉、お肉、お肉、バンバンですわ。昔ね、友達とやってる時に見てきたことがあるんだけどね、あた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 、お肉あーやばい、全員無勢、全員無勢、もう全員無勢だよ、あいたい、いっ、うまっ、あ、あ、え、
投げられたか今。はぁ、お前慣れたっけ。いやーもう、ちょっと待って、このゴムの置き方よ。やば、おーちょっと待って、もう待ってな。おかしい、こんなんいたっけ。いたっけ、こんなの忘れてんな。強いめっちゃ強い。範囲攻撃まで持ってる。待て、フレッシュと追加してます。ハイプレベルとかやったことないな。ちょっとレバー入れをやりながらこうやんなきゃいけない。やった方がいいよ。ケンゴが言ってた。ケンゴって誰やねん。僕の友達です。
朝ね、天気を食らうすげえうまかったんよ。あらあら、危ない、危ない、とっさに避けれないのがこのベルトアーチみたいな。なんだった、はい、まあ、あったこんなあらららら、狙って狙ってるふふふ、ダメだよ。ああ、ダメだ。ここからもう全然わかんねえ。初見だ。見たことねえ。見たことないけど多分これだよ。
あれ、ああ、ちょっと待って。これ、ダッシュできないから避けらんないやん。なんだあいつは何やばいやばい、囲まれてる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 、やばい、
おい、これどうすんだ。一撃なんだわ。ミニアタックじゃん。どんなんだっけ。あれ乗れる。マジ。いや、あのダメっぽいんですが、ダメだよ。奪いたやっちゃダメだ。奪いたやっちゃダメだけど奪い取りたい。ダメだ。ないよ。もうないよ。ちょっと待ってくれ。これ子供だったら泣いてるぞこれ。俺いや泣きそうだけど。もうくんなお前。ああ、これ無理だ。馬は乗らないのも多分合ってんの。あ、またパターン入った。パターン。ちょっと待って。どういうことになってきた。おいおいおい、何もできずに終わる。何もできずに終わる。嘘でしょ。え、ファイナルステージクリア、これで。あ、聖杯じゃん。
たけどもね、ひどかった。これはひどい、まるっきりゾンビプレイばっかりだったもんな。何回コンティニューしたかわからないもん。てか敵強すぎ、キャラによってはもう逃げ気ぐらいで死んでたよ。いやそう、ここモビルスーツだよ、モビルスーツ。これあなた誰ですか。毘沙門みたいなやつでした。毘沙門プレゼンテッドバイカプコン。カプコンやっぱり面白いゲーム多かったんだよな、まあ、今も面白いですけどね。ストリートファイター6っていうのが出てます。何回コンティニューしたか分かりませんけれども、とりあえずね、Knights of the Round という名作ゲームでございました。ランスポットがね、タイトルないんだけど、小林さん、あれ、いや3人でやれば少し楽なのかなと思ったけど、まあ、ソロでね、どこまでいけるか今回やってみましたけれども、あ、まあ、ちょっとアーサーとパーシバルってやってみようかなって思います。皆さんありがとうございました。懐かしいゲームでした。本当これ何回コンティニューしたか分かんないけど、子供だったら言えるな。本当泣いてます、間違いなく小遣い全部使い果たして泣いてるはずだ。怖い怖い。ということで、ナイトオブザラウンドやってみました。またよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。